不動沢橋不動沢橋は福島県福島市にある道路橋である。旧不動沢橋の後、天皇台の中央部には旧橋の名盤が飾られている。1959年11月の番台、アズマスカイラインの供用に伴い、初代不動沢橋の供用が開始された。現在は東道路は福島県道路公社による管轄だが、 当時は日本道路公団によって建設された。上部校のトラスの製作は桜田機械工業によって行われた。建設当時、国内で最も標高の高い道路橋と言われていた。二東橋として建設されたため交通量の増加や、車両の大型化に対し増桁の設置や、商売補修で対処していたが、高山。 火山地帯の厳しい自然環境にさらされ、コンクリートの倒壊によるひび割れや欠損が発生していた。また、福音教唱のため大型観光バスのすれ違いが不可能であったことから1996年度より掛け替え事業に着手され、周辺地形への影響を抑えるため100メートル下流側への架橋が決められた。橋梁形式は二景間 PC 連続 T 型ラーメン橋。 二景観光連続 V クラーメン橋、高アーチ橋の中から、短景観で地形改変が少なく、V 時刻に適し、バンダイアサヒ国立公園内の景観にも優れる、高アーチ橋が選ばれた。また、陶器間の施行が不可能なことから下地、式、中地式やアーチ橋では補え合桁仮説の施行性に、おとり工期がかかってしまうため上地式ローゼケタ橋に決定された。 砂岩側には火山性ガスの噴出箇所があるため、サビが安定しない可能性があり、対抗性鉱材は用いられず、普通鋼にポリウレタン樹脂塗装がされている。また、砂岩側の土壌が強酸性であり、コンクリート基礎の腐食の恐れがあることから、大分自動車道油不妊大分間の実績や、下水道事業団出身、 建設省東北技術事務所による玉川温泉での実験結果が生かされ、コンクリートにエポキシ樹脂が巻かれ、深いシズエグには科学的腐食に強いコールコンクリートが用いられている。サガンガー地表では、労働安全衛生法で定められている許容値の午後10時を超える午後17時の硫化水素濃度が観測され、深いシズエグイ施策の際は 2800ppm に、 達することもあった。これは、火山性水蒸気爆発事故が発生した暗房トンネル建設時の 1900ppm を遥かにしのぐ値である。対策として古代の送風機による換気と作業員への送風マスクの装着が行われた。上部高校工事でも高山地帯ゆえに濃むに見舞われることが多く難工事であったが、1998年11月に、 アーチリブが併合され両岸がつながり、2000年4月14日に、東京閉鎖からの再開通に合わせ共用が開始された。総工費は15億2300万円。名番は、当時の福島県知事、佐藤栄作による記号である。福島市街地側の急遽の取り付け道路部は、廃止された後につばくろ谷駐車場や広場として整備、されており、公衆トイレも設置されている。 かつての兄弟部分には、急遽の様子を記したプレートや、橋脚の一部、当時の名板、親柱が残されている展望台として機能しており、現不動産は橋越しに、福島盆地を一望することができる。谷底を覗くと、かつての橋脚跡を見ることができる。ありがとうございます。